やっとチャレンジが始まるね。ああ、僕はラッキーじゃない。一個しかないよ。私の方がたくさん持ってるわよ。私なんかもっとたくさんあるわ。アレックス、運が悪かったわね。でも、私たちから食べ始めるのよ。やった。僕はハババばのこの味が大好きなんだ。何してるの？アーサム！カモン！アレックスのガムなのに、ゴミ拾いは私がしないといけないわけ？あ、怒らないでよ。それよりも、どんな風船ができるか見てて。アーサム！えへん。出来上がった風船は遊びにも使えるんだよ。でもそのためには達人じゃないといけないんだ。あ、すごい。アレックス、お見事ね。そろそろ私もガムを噛みたいわ。まずは包装紙をどうにかしないと。いいことを考えた。すごい。やっと食べられるわ。みんなこっちへおいで。すごい。すごく大きな風船ができるから見ててね。僕よりも大きい風船は作らせないよ。待って、なんてことしたの。最悪ね。風船も眉毛もなくなったじゃない。どうやっていければいいのよ。元に貼ればいいんだよ。ちょっとパニックになっちゃったわ。次はミラの番ね。やっとだ。私は風で包装紙を飛ばすわ。awesome! いいね。さあ、どんどん食べちゃうわ。すごく大きい風船を見る準備はできた？始めるわよ。ミラ、もうやめて。大きすぎるよ。どうしよう。ミラに戻ってきてもらわないと。ビンゴ。いいこと思いついた。風船を割ればいいのよ。アレックス、はい。なんで僕なの？じゃないとミラが宇宙まで飛んできちゃうわよ。あ、もう私がやるわ。やった、当たったね。もう鳥の仲間にならないといけないかと思ったわ。みんなの元に戻れてよかった。Oh, no! ああ、一つだけよ。僕は10個もある。やったー！見て、私はもっとあるわよ。僕のザクロの方が美味しいもん。ミラから始めて。Okay. やったー！ザクロ大好きなの。見て。すごく美味しそうでしょ。でも食べにくいわよね。こういう時のためにはピンセットがあるの。便利だし、手を汚さなくてもいいのよ。まずはお皿の上に全部出して、その後食べるわ。そっちの方が美味しく食べられるわよね。そう、こんな感じ。100粒あるわ。やったー！美味しさ100倍よ。ザクロは1つしかなかったけど、私は満足よ。今度はアレックスの番ね。Okay. まずはザクロを開けないと。切るのは簡単だけど、破るのは難しいよね。あアレックス、なんか恐ろしいわね。恐ろしくないよ。すべてはザクロを食べるためなんだから。頭狂っちゃったの？違うよ、美味しいザクロを食べてるだけ。ほら、早く食べ始めなよ。そうだったわね。私も始めるわ。ミラ、包丁を貸して。はい。食べるのはつまらないと思うわ。でもジュースを作るのは楽しいわよね。ビンゴ。ちょうど使えるものがあるの。すごい大きい機械だね。
こんなにたくさんのザクロがあれば美味しいジュースができるわ。こうやってザクロを絞るの。みんな見て、すごく美味しそうでしょ。早く飲みたいな。どう？美味しい？すごく美味しいわ。顔にもジュースがついてるよ。そんなの平気よ、吹けば大丈夫なんだから。なんでこんなに少ないの？僕はもっとあるよ。見て、ミラのコーラ。そうよ、私はコーラタワーを持ってるの。でも一番目に飲むのは私よ。だからラッキーなのは私。コーラはいつ飲んでも美味しいわね。飲んだ後はお腹がおしゃべりしだすの。一気に全部飲みたいからいいこと考えたんだ。まずは一気に開けて、次にこのストローを差し込むよ。こないだ自分で作ったんだ。いいじゃない、やっぱり美味しいな。あ、炭酸が。すごいゲップね。そうでしょ、僕は男だからね。私はペプシコーラが好きよ。だからこの缶のコーラが飲みたいわ。全部落ちちゃうじゃん。それでいいじゃない、タワーのてっぺんまで上がらなくてもよくなるわ。一気に全部飲みきれるかな。頑張れ。ゴミを投げないで。そうよ、缶なんだから当たったら痛いのよ。ごめんね、今はそれどころじゃないの。ミラどうしたの？何そのお腹。全部炭酸よ。あ、みんな逃げて。緊急事態発生。あ、すごい。ミラ、もう飲まないで。そうよ、もう何も飲めないわ。トゥイックスが1本だけよ。少ない。まあいいわ、何もないよりかはマシね。すごくお腹が空いてるのね。やめて、おでこに当たったわ。邪魔するならまた同じことするよ。それよりもいいこと思いついた、見ててね。怖い、それだけはやめて。心配しないで、チョコを切るだけよ。気をつけて、こっちにも飛んでくるわ。あと少しで完成よ。最後の一切り。これでもっと簡単に食べられるわ。私たちまで汚れたわよ。ごめんね、わざとじゃないの。それよりも見て、すごいでしょ。チョコが多くなったように見えるでしょ。2個だったチョコが10個になったのよ。やったー。食べ終わりたくないな。仕方ないでしょ。でもいいことだってあるわ。私の食べる番が来たことよ。包装紙はいらないわ。すごい、ありがとう。これで全部一気に食べられるわ。すごく美味しい。まだたくさん残っててよかったわ。いいこと考えた。その瓶は何？痛い。なんで全部私の方に飛んでくるの？ごめんね、チョコミルクを作りたかっただけよ。できた。これでトゥイックスがもっと美味しく味わえるはずよ。やった、すごく美味しくなったわ。私もちょっといい？今は私が満喫する番なの。また今度ね。たくさんのチョコレートをどうやって食べればいいか知ってるわ。まずは包装紙を吹き飛ばすの。すごい、どうやったの？すごい。タワーを作るわ。ヌテラがあればトゥイックスを簡単に重ねることができるのよ。
すごく美味しそうな匂いね。これでもっと美味しいタワーができるわ。見て、どんどん補強されてるわよ。あと少しで出来上がるわ。あと少し。すごいわね。なんて高いタワーなの？食べてみたいな。なんで揺れてるの？二人とも何してるの？崩れちゃうじゃない。やめなさい。あ、言うことを聞けばよかったね。覚悟しなさい。ごめんね、我慢できなかったの。ヘルメットをかぶっててよかったわ。わあ、目玉グミだ。私の方には一つしかないわ。みんないいな。運が悪いのね。からかわないでよ。ただのジョークよ。私のそばで邪魔するのが悪いの。でもいいわ、仕返しするわ。ちょっと面白いことをしたいと思う。気に入るかな。ちょっと怖いような気はするけど。ねえ、助けて。どうしたの？本物の目なの？あー、こんなの見てられないわ。怖い？どうしたの？なんでこっちに目を投げたの？あ、どうしよう。助けて、目が詰まった。息できないわ。朝ごはんを食べるわ。これすごく美味しいのよね。え？ジョークでよかった。びっくりしちゃったじゃない。このグミすごく美味しいのね。もう何も食べられないのが残念だわ。じゃあ今度は私が食べるわよ。私も気に入るといいんだけど。あー、美味しい。グミ大好き。何してるの？私のグミよ。全部全部私が食べるの。柔らかくて美味しいわね。最高。ねえ、ちょっと分けて。たくさんあるんでしょ？そう、お願い。ごめんね、もう全部食べちゃったの。あれ？なんか変な感じがする。え？私の顔どうしたの？食べ過ぎたんじゃない？ポテトチップスが1枚だけなの？こっち見て。こんなにたくさんのポテトチップス見たことある？二人とも運が悪いのね。そうよ、手に持つことだってできないわ。何するつもりなの？虫眼鏡がないと食べられないの。やった、やっと持てたわ。できれば長い時間満喫したいな。もう終わり？早かったわね。今度は私が食べる番ってことね。どうやって開ければいいの？早く開いてよ。お腹を空かせることになりそうね。そんなの嫌よ。絶対に開けてみせるからね。見て、できた。なんで投げたの？私でもできるってことをみんなに見せるためよ。すごい、見習わないと。そうよ、私ってポテチを食べるプロなの。あ、私の頭が、目が回るわ。もうちょっと練習した方がいいんじゃない？面白かったわね。まあいいわ、私はその間に自分のチップスを食べるの。ねえ、私たちって友達よね。分けてくれるかしら？ポテチのこと言ったんだけど。ごめん、何も聞こえない。あ、ちょっと邪魔かな。おいしい、止まらないわ。気をつけて、また当たるところだったじゃない。もうやめてよ、我慢の限界よ。あ、痛い。私ってラッキーなのね。本当にそうかな。そうよ、そう来なくちゃ。ブロッコリー？嘘でしょ。私のところにあるのは種よ。どうすればいいのかな。とりあえず食べてみるわ。あ、硬すぎて食べられないわ。何するつもりなの？植えればいいんだと思う。
こっちに投げるのはやめて。もっと掘らないと育たないのよ。ジェニファーのせいで私たちまで汚くなったわ。私の種だってその中にあるわよ。本当に何か育つと思ってるの？もうすぐわかるわよ。二人は早く食べて。ああ、すごく最悪な匂いね。野菜大嫌いなの。すごくまずいじゃない。量が少なくてよかったけどね。早くこのことを忘れたいわ。コーラを飲んだらいいのよ。コーラをちょうだい。植物には水分が必要なの。本当に意味あるの？やった、育ってるわ。嘘でしょ、すごいわね。早く食べなさいよ、召し上がれ。もう私ったら、育てなければよかったのに。ブロッコリーは大嫌いなのよ。こんなの食べたくない。見てるだけでも嫌な気持ちになるわ。私は食べれた。次はケイトね。どうすればいいか考えたわ。見て、鳥よ。信じちゃったのね。全部食べたふりをしてブロッコリーを捨てちゃうわ。騙せるとでも思った？できないわよ。全部食べてもらうわよ。もうすぐ食べ終わるわ。あと少しよ。あれ？残りは食べないの？せっかく集めてあげたのに。ああ、プランは失敗したみたいね。ほら食べて。やった、スキットルズよ。スキットルズがたくさん食べられるのはみんなじゃないみたいね。私なんか一つしかないわ。運が悪かったわね。笑わない方がいいと思うわよ。どうすればいいか知ってるもん。携帯電話？なんで？見てなさい。キャンディーを大きくしちゃうの。すごい、そんなこともできるのね。一つしかないけど、かなり大きくなったわ。やった、あーすごく美味しいわ。ケイトすごいじゃない。みんなも食べていいよ。私だっていいこと思いついた。キャンディーを口でキャッチするの。何もキャッチできなかったわね。そんなの関係ないでしょ。私は他のいいことを考えたの。今すぐやめなさい。私のお菓子よ、自分で食べるの。何色から始めようかな。こっち？それともこっち？どうしようかな。あ、いいこと考えた。何それ、私もわからないけど何か面白いことが始まりそうね。これで何色から食べるのか決めるの。オレンジ色のキャンディーが入ってるね。どういうことなの？決まってるじゃない、オレンジのスキットルズから食べるってことよ。どう？おいしい？すごくおいしいわ。これでもう食べる順番なんか関係ないの。それなら今度は私が遊ぶね。あ、なにこれ、すごい、ラッキーじゃない。私、大きいお菓子を食べるのが夢だったの。やっと夢が叶ったわ。見て、中にもたくさんお菓子がある。ねえ、みんなで分けようよ。いいアイデアね、みんなも食べて。ありがとう。おいしいわね。なんでこんなに運が悪いの？ピザが1枚だけよ。運がいいのは私だからよ。本当に運がいいのは僕だよ。見て、このピザタワー、すごい。アレックスはそんなにたくさんあるのに私は1枚だけなの？そんなのずるいじゃない。文句言わないで早く食べて。美味しければいいんだけどな。みんなのピザよりも美味しそうね。おいしい。私が大好きなチーズがたくさんあるわ。ねえ、僕はゴミ箱じゃないんだけど。
もうやめて。もう何よ、わざとじゃないんだから。私も早く食べたいな。見てるだけでよだれが出てくるの。手を汚さずにパパッと食べられる方法を思いついたわ。わあ、すごいね、すごい。そんなこともできるんだね。どうやったの？美味しいから何でもできるのよ。あれ？何これ？ピザどころじゃなくなったみたいだね。僕たちが代わりに食べるよ。美味しい。早く元に戻さないと。あ、よかった。私のピザは？誰が食べたの？誰が食べたのかな。二人の仕業なのね。恥ずかしくないの？恥ずかしくないよ。今はピザタワーのことしか考えられないんだ。ついに食べる時が来たよ。下から食べるの？そうだよ。ほら、言ったでしょ。ああ、ピザが空から降ってきたね。ニンニクなの？大嫌いなのに。ニンニクが好きな人なんかいるの？運が悪いわね。私は一つしかないわ。Come on! OK。 からかわないで早く食べて。私は勇敢だから簡単に食べちゃうわ。吐かなければいいんだけど。やっぱり無理っぽいわ。こんなの食べられない。もう食べないわ。ダメだよ、最後まで食べないと。ミラのためにニンニクプレスだって用意したんだよ。口の中にニンニクを流してあげようか。いやよ、吐いちゃうじゃない。ダメだ、早く口を開けて。あー、最悪。口の中で猫がうんちしたみたい。あー、僕も匂いを感じるよ。すごい匂いね。ガムを持ち歩いててよかった。ありがとう。私もみんなも嫌な思いをしなくて済むわね。今度はアレックスの番ね。食べなくてもいいんじゃない？見て、綺麗なアクセサリーができたよ。遊んでないで早く食べて。OK。わかったよ。でも、まずは皮を剥かないと。ちょうどいい花瓶があるよ。これでニンニクが食べられるね。すごいでしょ？食べよう。ああ、こんなにまずい食べ物は初めてだよ。すごい臭い匂いなのね。洗濯バサミでなんとかしのげるわ。最悪の場合はスプレーでなんとかするの。まだまだ臭いわ。口にスプレーしないと。やった、危険だから良い子のみんなは真似しないでね。匂いが消えたよ。やった。ジュリーは何してるの？早く食べてよ。子供の時から嫌いだったのよ。顔が緑になったら助けてくれる？すごくまずいわ。最悪。なんでそんなに急ぐの？急がなくてもいいのよ。早く食べ終わりたいの。すごいスピードだね。ジュリーすごい。あと少しよ。すごい。どうやってそんなことするの？終わったわ。ニンニクはもうない。ああ、さっきよりもひどい匂いだね。悪いけどこうするしかないみたい。ジュリーのせいで気絶したくないからね。ひどいじゃない。やった、これで匂いがなくなったね。
私もだいぶ良くなったわ。チックタックもっと食べたいのに。僕はラッキーだよ。運がいいのはジュリーだと思うわ。そうね、やっとたくさんのお菓子が食べられるわ。一番運が悪かったのはミラだから先に食べてもいいよ。一粒しかないからすぐに終わるわ。美味しかったけど少ないわ。アレックスの番よ。やったやっと食べられる。あれ、なんで何も出てこないの。アレックス、運が悪いわね。あー、こぼしちゃったよ。でもストローを使えば食べられるよね。終わったよ。今度はジュリーの番ね。見て、私はこんなにたくさんのお菓子が食べられるのよ。みんな分足りるんじゃない？二人とは分けないわよ。チックタックが大好きだから一人で簡単に食べちゃうの。意地悪だね。大丈夫よ。盗みましょう。これでお菓子は私たちのものになったわね。待って、盗むなんてひどいじゃない。証拠はないでしょ。僕たちじゃないよ。仕返しするわよ。待ってなさい。手を挙げて。くらえ。どうだった？これでもう何も盗めなくなるわよね。あ、チックタックだ。早く食べよう。そうね。おいしい。あれ、チックタックがないわ。全部使っちゃったのね。分けてくれてありがとう。お、ポップイットがたくさんある。おかしいわね。私のは壊れてるみたい。遊べないわ。どうするの？フィービー、匂いを嗅がないで。食べられないんだよ。違うわよ。これはグミのポップイットなの。おいしい。そうなんだ。いいね。あと少しで食べ終わっちゃうわ。二人は何見てるの？早く食べなさいよ。私のもグミかも。硬すぎるから違うみたい。あ、チョコレートよ。やったラッキー。ホワイトチョコの中にはお菓子も入ってるのよ。最高な組み合わせね。私も食べてみたかったな。そうそう、二人と分けるつもりはないからね。いや、顔がすごいよ。そんなのどうでもいいわ。すぐにどうにかするから。ほらね。残りは僕だけだね。僕のポップイットは何でできてるのかな。チョコでもグミでもなさそうだよ。本物のポップイットじゃない。遊べるわね。すごく落ち着く。ちょうどよかった。ポテトチップスだ。いいニュースね。でもなんでみんな少ないの？わからないわ。それでも食べてみる価値はあるわね。どう？まだ何もないわ。ポテチが顔面衝突したね。面白い。笑わないでよ。中には何も入ってないと思ってたの。少し食べれるだけでよかった。はい、食べ終わったわ。今度は僕のを確認しよう。もうちょっとたくさんあればいいな。嘘。チップスもないし、そこに穴が開いてる。机の上を見てみなさい。あった、見つかってよかった。たくさんあるね。おめでとう。どうしたの？何かが鼻の中に入ったんだ。すごくくしゃみがしたい。あ、よかった、これで食べれるね。あ、またくしゃみがしたい。ポテチが飛んでったわよ。あー、最悪。ミアは気をつけて。私は失敗しないわ。すごい、たくさんあるね。
無限大だぞ。100個以上あるみたいね。やった。僕も食べてみていいよね。ダメよ、私の食べ物に近づかないで。全部自分で食べるからね。すごい、どうやって食べたの？私はすごいのよ。喉に詰まらせたの？リアを助けないと。待ってて。はい。ありがとう、本当に友達なのね。このコーラおかしいわね。漏れてるわよ。はあ、びしょ濡れじゃない。どうしてそうなったのかな。